朝日山城は、信濃国水内郡長野村朝日山にあった、日本の城、山城。川中島の戦い拡大朝日山城の築城時期は、不明だが、かなり古い時代から置かれてらしく、戦国時代初期には、村上市に属した朝日根という首相がいたと、伝えられている。天文24年、第二次川中島の戦いで、前光寺別島、栗達寺は、 武田晴信と通じ、鉄砲300と弓800、兵3000の支援を受けて、禅光寺の西にある、この旭山城にこもった。長岡家虎は禅光寺東側にある横山城に陣を構えていたが、謙信は、付け城となる桂山城を裾場長和大岸の山城に築いた。大陣は、数ヶ月に及んだが、今川義元の仲介で和議が成立した。 和議の条件として、旭山城の破壊が盛り込まれ、破壊された。工事3年、第3次川中島の戦いで、工事3年、武田軍が、桂山城を吸収し落城させると、翌年、長岡ゲトラも雪時計を待って出陣し旭山城を再建し守兵を置いた。永禄四年の第四次合戦では、越後軍の川中島進出や引き上げの際には、 重要な役目を果たし、特に大臣の将棋打隊が、西川小市の私を溶かする際には、朝日山城を駆け降りた守兵の援護で、武田軍の追撃をかろうじて振り切ったと伝えられている。A64 年冬、謙信が越後から出られなくなると、時の首相であった、小柴見区内は、援護を得られず武田方に滅ぼされ、記録に出なくなったので、廃城になったと思われる。構造としては、 石垣の痕跡が、主角などにあり、何本もの掘り切りや縦掘り、そして横掘りの存在も認められる。ありがとうございます。